あの、ここ癒し堂では気候セミナーやってるけど、キノコール作りません。だから怪しげなことしたくないんですよ。なぜかと、怪しいことをやってしまうと、どうなるかっていうと、やっぱり怪しいわけです。みんな変な風評を流すわけですよ。癒し堂怪しい。ね、でも別に何とも信じてくれって言ってないのに、日当たりが信じられへんっていうところ、信じてくれ言うてないし、不思議なんですけれど、うん、で勝手に評価評論してくれるんです、世間の人は。で僕興味ないんです、そんな世間の人評価評論する人ではなくて、で僕はここに来る仲間が究極絶対に幸せになってほしいだけ、そして、経済的にも豊かになって、時間的にも自由になって、本当に自分の人生の目的を達成できるようになってほしいだけの話なんですね。そしてそれがずっと広がっていったら、この世の中って地上、この地上は天国だったということを、ね、知るんじゃないんです。もう悟るんです。悟るっていうのは、滝行に行って悟るんじゃないんです。山岳修行して悟るんじゃなくて、それを単に、あ、分かった。それを悟ることなんですね。うん、こうしたらいいんだ。でも今ちょっとやってみたいなと思うんですけども、向こう向いてみてほしいんですけど、今日これね、ちょっとユリアさんも一緒にやってみたいなと思うんですけど、ここに手当ててね、押すのは誰でもできますよね。力を使って押したらいいわけですよね。でもマジックじゃないから、白板がくっついてくる、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 くっついてくるって言ったらくっついてこないよね。当たり前の話ですよね。でも人間って面白いんですけども、くっついてくるんですよ。ちょっとやってみます、こうやって、はい、じゃあバンザン後ろ倒れるよってこれ反則ね。それは命令とか、ね、指示とか例えば愛ちゃん、こうなりなさい、ああなりなさいって言われたら嫌じゃない。嫌です。嫌やね。僕も言いたくないね、実は。だから本当は言いたくない、だからあんまり言わないようにするわけ。あ、ただし言うことはよく言うよ。今日もばんちゃんにさっき言ってた、俺ばんちゃんと付き合ってどのくらいになるのかなっていう話してて、2年弱ですけど、この2年弱の間でばんちゃん、ああした方がいいよ、こうした方がいいよ、ああせいこうせいって言ったことあるって言った。ある？ないです。ない。ばんちゃん絶対成功するよって、会うたびに言う、ばんちゃん成功するよって、ばんちゃん、ね、顔がいいって、うん、男前じゃないけど、ね、
1000回ぐらいやったらパターンできてくるんですけど、1000回やったらほらセミナー終わっちゃうんで、これだけで終わったらったら、指輪さん今日何やったんかっていう、ね、足はそのままにしといて、DNA の中に書き込んでいくっていうのをエピジェネティックスみたいな、ね、ありましたね。しっかりと、はい、これね、70回やってみてください。まだ計算しましょうか、僕は、はい、上で覚えてない、はい、トントンって叩いて1回、はい、戻してトントンって叩いて2回、はい、トントンって叩いて3回、まあ、もうだからこのね、例えば今ほら宇宙とつながるっていうことでない場合は、あのほらもうみんな分かってると思う、何も努力しても自己実現しないっていう人いません？いない？ユリアさんのそばに頑張って頑張って頑張ってと分かってるんですよ。でもうまいこといかないんですよ。何かって宇宙とのつながりがないんですよ。だからもう一回やってみて、だこういう状態で、例えば今ほらもう島さんの方エネルギー高いから頑張っても頑張っても思い通りにならないんですなおさらこの人が頑張って頑張って頑張っていったら何が起こるかって心筋梗塞、うん、もう耐えれなくなってくるんです。ただどうしたらいいのってこう、ね、ばあちゃん横で感じてはるんだけど、こういう状態なんだよ、ね、だこれ頑張る必要ないんですよ、ね、繋がりました、はい、これで、はい、座ってみです。普通に座ってこうやって動かしたら普通の人がこう自由に動きますよ。こう2人でも2人でもここにいる間はこうやって調和するんですよ、ね、調和しちゃいます。なぜだと宇宙とつながって たかが人間ごとき怒られます。ね、2人に持たれたぐらいでうちとつながっててエネルギーが低くなるかってゆりさんなると思います？宇宙とつながってるのに、ああここはなんかすごく悪気がするとかなんか邪気がついてますねって宇宙とつながってる人が言うと思います？言わないよね、うん、宇宙とつながるとそんな関係ないんです。でその位置っていうのがここにある。これであげてみてください、皆さん。すごい、うん、でこれはじゃあこれでこれ投げてみて、あここで、ね、すごい、あそこしゃべるのやめて、はい、ここでもう一回こうやって今上がらへんかったのがこうこれで OK ですね、はい、これで上げてみて。っていうこのね、あのエネルギーがありますね。このエネルギーと自分自身が、ね、宇宙とつながって、そして、ちょっとね、うん、自分の自己実現っていうのを入れてるわけですよ。例えばこれ